ムズです。今回は、エースウェイプテックの、MKRTA、こちらのレビューになります。こちらは、エースウェイプテックさんの、ご提供でお送りいたします。それでは、開封よりご覧ください。はい、それでは、エースウェイプの MKRTA ですね、開封していきまーす。はい、以上になります。これね、後ろ入ってるものをこうチェックすると、ユーザーマニュアルとなってるんですけど、ないです。まあ、もともと開封されてたんで、サンプルかなんかなのかなと思いますけど、とりあえずないので、もしかしたら付いてないものもあるかもしれません。では、付属品は、まず替えのね、あれあれ、イモネジとオーリングと、510のアダプターと、と、ドリップチップはレジンの青いのです。と、六角レンチ。で、もっこりタンク。もっこりタンク使用すると、5ml 入ります。で、通常、このままのストレートタンクだと、3ml になります。では、本体見ていきまーす。まあ、810のドリップチップ。トップエアフロー。49番です。ポジピン結構出てますね。で、高さは 40.4、 幅直径が 25mm となってます。でバブルタンク、あ、言っちゃった。もっこりタンクは 27mm 直径になりますね。はい。ってぐらいかな。じゃあ、アドバイザー見ていきます。まあ、トップリフィル。ですね。ここから、言えますね。で、エアフローはトップエアフロー。ドリップチップ外すと、あ、これね、これあれなんですよ。これオリジナルなんで、こう、外側これ被るようになってるんですね。ですから、通常のやつを、つけると、通常のというか、交換用の替えの方はね、被るタイプじゃないんで、このようなやつ、やります。なんかに似てるね、これね。なんだかな、サロモン返す。なんか RTA でこんなあったっすね。こんな感じですね。うん。では、バラス、あ、エアフローは、すごく硬く回りにくいです。ね。こんな感じで、回らない。回らない？いや、回ったっす。回った。このぐらいは、硬いです。じゃあまあ。でまあ、あれ、前回と前平でストップしたいんだけど、回ってくれない。まあ、このストップする予定です。もう回っちゃうもんね。でね、これ、こっち、側すげえ薄いし、で、仕上がりが、こうね、ちょっとね、こう、可動何角形かわかんないですけど、こうやってこう、入ってるだけなんですよ。すごい滑るんです。で、すごい回しにくいんです。RTA ってそこに何、ボトムは何もないから、こうやって薄くなるじゃないですか。で、すげえ回しにくいんです。回しやすいやつに当たればいいでしょうけど、回しにくいやつに当たると、多分、リキッド入れた状態で、ビルド、コットン交換したりとかするときは、結構気をつけてやんないと多分タンクが外れてベチャってなる可能性はありますね。ここつかんだらまあね。おそんでも硬いから。いや、かってえな、これ。とりあえずね、エアフローリンク。硬いね。エアフローリング外れそうですね、これね。マジかって。おー、エアフローリング、こっち側に、内側にオーリングついてるんですね。なんでこんな回りにくいんだ。で、まあ、これね、凹凸、こっち側にもこう。ヘコがあって、凸があるんで、そこで合わせて、こうやって入れてくれれば。あ、
が、ほら、ボリュームが。うん、周りに。こう、前提で止まって、前回で、っていう、何、無段階のやつになってます。まあ、分解できるのはここまでかな。内側はね、テーパーですね。で、これ、本当にって、嘘はついてないですけど、トップエアフローです。だこのままボトルまで落っこちて、ドン、ドンって感じで上がってきます。で、ここってこう、切りかけあるじゃないですか。で、ここにね、こう、トッチ。ね、こうありましたね。こちらにもこうって。あるんですけど、それをこう合わせて入れないとダメです。で、締めていく。うん、こんな感じです。いやー、滑る。汗かいてると本当にこう下デッキ側滑るですね。ではデッキ見ていきます。まあポストレスですね。こっちが2つがポジティブ。こっち側がネガティブですね。うん。まあ精度はね、そんな悪くない。ちゃんと綺麗です。もうこのポリッシュなんかめっちゃ綺麗ですもんね。うん。この仕上がりはすごい綺麗だと思う。ただちょっとね、エアフローが回しにくかったりとか、デッキが外しにくかったりとかはします。で、コットンの方は、GTA と一緒で、こう、貫通型ですね。乗せるタイプじゃなくて、下、ゴンっていくタイプ。で、ここからリキッドが入ってくるんで、こうやって覗けるんですね、これね。うん、こんな感じの形状ですね。以上です。で、まあ、こう外すと、どう？これ多分、ここ貫通してない。あ、やっぱ貫通してないですね。うん、やっぱストレスですね。こんなもん。5ミリぐらい？なんで、5ミリぐらいだけど、ゴリリと、ボトムまで落ちてきて、コイルの下にね、エアが入ってくれないとダメなんで、直接当てるよりも上に上げないといけないので、まあ、1センチぐらい、残してね、切ると、うん。あ、確実に当たる。じゃあ、上がりしにか。これ、あれですね。最初にね、てかコイルも、どのぐらいの高さに設定しちゃろうっていうとかが難しいですね。でもベタベタになっちゃったな。一番下にくっついたぐらいだと高さ、これ大丈夫なのかな。あ、そっからでも上がるからいいのか。まあちょっとね、2、3センチおかしいな。2ミリぐらいこう浮いた、こう、このぐらいこう浮いた状態でちょっとビルドしてみて、まあショートはしないでしょうけど、まあそれぐらいで。いやー、なんかちょっとこう、ね、ビルドする前から、なんか使いにくい感がね、あるね。トップのトップなんて結構ね、珍しい。ね、今、トップのサイドとかトップのボトムとかっていうのはあるんですけどね。そういう感じはありますよね。では、そのような感じでね、ビルドしていきたいと思います。
ビルドしました。って感じかな。さあ、どうなることやら。まあ、ポストレース、ちょっと高さがね、RT なんでね、どのぐらいまで出してあげていいのかわかんないんで、っていうのはあったんですけど、まあ、大丈夫そう。もう、なんか、このままキャップできないっていうのはちょっと、めんどくさいですけど。まあもうこれ以上低くはならないですから、当たってはないと思うんですけど、まああの、あれでね、ホームメーターとかでね、こう、ちゃんと、ショートはね、ちゃんと確認した方がいいですね。で、見えるね、これね、すぐね、真下。ちょ、意外と高いね。あんまり高くするとすぐ当たってくるですね、これね。これリングか。まあ、こうやって見ると、なんだろう、見た目ほど中広くないんで、意外と狭いんで、もう置いたらもうほとんど隙間ないですから。まあ、してみます。はい、エースベイプの MKRTA、レビューしてきました。では、吸っていきます。はい。では、全開でね、50ワット。します。では半分閉じて、やっぱ硬えなこれ。そっか。リフィルトップのキャップが。あんまり締め込んでると、大丈夫だな。気のせいでした。半分にしてみます。あれ？ヤフラ半分でします。普通より、ちょっと味出てないかな。まあ、普通、ちょっと薄い気もするけどな。ちょっと薄い気もするんですけど、まあもうちょっと絞ればいいんでしょうけど、あのね、ミスト熱いんですよこれ。50ワットぐらいで、で、まあこれね、今普通にデュアルで組んだじゃないですか。シングルでも組めるんですよね。このくらいのビルドで 50W、僕は多分ね、50W ってかけてない方なんですよ。普通やったらね、60、まあ55、60とかね、そのぐらい多分かけると思うんですけど、僕控えめな方なんですけど、控えめな方で、これだけ熱いってことは、まあ、すげえのやったら、やばいと思う。普通にね。もう熱すぎて、もう全然多分ね、吸えない。どう思う？かといってね、いや、そんな重たいかって、ドローね。重いかって言ったら別にそんな重たくないんですけどね。だから、こう、シングルにしてあげて、で、ちょっとワッテージあんまりかけないような吸い方の方が、無難に楽しめんじゃないかなと思いますね。まあ、RTA のトップローなんで、まあ、そんな感じの味の出方って感じですかね。なんかちょっとね、軽い感じなんですよね。軽い感じなの。まあ、トップエアフロー使わないんでね、この前やったね、インテーク RTA はね、美味しかったですけど、デュアル向け
いやーって、まあシングルだろうなと思いますね。かな。とは作りは綺麗。でも、うん。そういうちょこちょこっとこうエアフローがこう、まあもう回りやすいな。やっぱちょっとあのエアフローね、なんかこう、リキッドでちょちょっとやってこう動かしやすいようなとかしといた方がいいかな。あとはこうタンクバラす時にね、タンクバラす時じゃないよ。リビルドするとかね。あの、リキッド残ってる時にやる時とかはちょっと気をつけた方がいいかなって感じはするんですね。まあ見た目はね、まあ RTA じゃねえ、トップエアフローの RTA って感じで、やっぱり上がね、どうしてもね、熱くなっちゃうんで、こういうスタイルになるんですけど、もう、綺麗でかっこいいと思う。うん。そんなこう、ゴリゴリしないんでね、もうこういうシンプルな方が好きですね。です。はい。レビューは以上になります。また、エースウェップさんの方のね、MKRTA の方の商品ページの方ね、説明欄に貼っておきますので、よろしかったらご覧になってみてください。それでは今回はエースベイプテックさんよりご提供いただきました MKRTA でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。